い、今日紹介するのはこちら、藤波慎太郎ということで、今日は藤波慎太郎を紹介していきたいと思います。まずですね、藤波選手の強いところはですね、リアタイにおいて輝くポイントがいくつかあるという点です。まずステータス的には9位81、制球57、スタミナ85と制球が低いのがデメリットに入るかなって思うんですけども、それを上回るこの球威とスタミナ、さらにこの球種ですね、このストレート、カットボール、フォーク、ツーシーム、この球種があることでリアタイにおいて最強の一角に入っていると思います。まあ藤波選手はね、巷ではモサ狩りだったり、モサ専用投手なんて言われてたりもしますが、使い方はね、完全にゴリ押しです。本当にストレートとツーシーム、まあさらにそこにちょっと抜けたフォークとか投げて相手を狂わすっていう投げ方がポイントになっています。もう本当にストレートとツーシームを、広角がなければ外角に、広角があれば内角、または甘いストレートツーシームにすることで相手を打ち取るというね、まあ、なんでモサに通用するかは、僕個人の意見としてはリアタイにおいて球種は読まなければいけないんですね。例えば、この今フォーク来たってことは次この同じところにツーシーム来るかなとか、ここでスライダー来たらツーシームストレート来てもおかしくないなっていう考え方をするんですね。なんでこのストレートがちょっとナチュラルシュートするということで深読みするんですね。あ、動いたってことはツーシームなんじゃないか。なんでその部分においてモサに通用するのかなって思います。しかもこの藤波選手はワールドスターしかゲットできないということで、現在まあ今持ってる人は多分 TS だったり通常選手、アニバーサリーでしかもう昨日のやつはゲットできてないので、ゲットできるのは次来年のワールドスターということになります。次回は山本由伸編でお会いしましょう。バイバイ。